マンハッタン6.5番街と西51丁目6.5番街はニューヨーク市マンハッタンの6番街と7番街の間の一部分を南北に走る歩行者専用道路である。6.5番街はニューヨーク市マンハッタンのミッドタウン西57丁目から西51丁目まで6番街と7番街の間を南北に走る歩行者専用道路である。 この歩行者専用アベニューは400メートルほどの通路で出入り自由なビルのロビーや天外のついた空間などをつなげた個人所有の公共施設であり、夜間以外は通行可能である。この道路には一時停止や前方に一時停止ありの交通標識が51丁目から56丁目の6つの道路と交差する場所に掲げられている。 57丁目と交差する横断歩道には信号機が設置されている。横断歩道の領域には滑らかな表面の歩道の歩行者用スロープと道路の道幅を示す柔軟性のある反射板が車の路上駐車を妨げるために設置されている。大通り沿いの各交差点には 6AV という標識及び交差。大通りに挟まれたビル区画の真ん中に停止標識が設置されるのは マンハッタンでは珍しく、アベニュー名の数字が分数なのは、ニューヨーク市における、数字名の通りの命名規則にとって、新しいアイデアをもたらした。西51丁目から、北方向に見える6.5番街2011年、ザ・フレンズ・オブ・プライバトリー・オンド、パブリック・スペーシズは歩行者の通行の利便性を図るために、6番街と7番街の間に51丁目から57丁目まで、 6ブロックの小道を作ることを提案した。この提案では、ほとんどの歩行者には知られていない、パブリックスペースを歩行者通路としてつなげて、ホリー・ホワイト・ウェイと呼ぶことが要求された。そのアイデアは理事会に示され、理事会はニューヨーク市交通局へと2011年5月に公式に要求を出した。そのグループは、 研究会と並行して2011年10月にこの近道を広めるためのイベントも主催している。2012年3月、ナイクドートは新しい歩行者専用アベニューを建設する計画を歩行者の利便性改善リストと共に発表した。総工費6万ドルのプロジェクトが行われ、2012年7月に完成した。あるドライバーは新しい停止標識が設置されたことに対して、 渋滞の原因になっていると苦情を申し立てている。多くのドライバーは停止標識で止まることなく横断歩道を横切って運転していくので歩行者への危険となっている。ローツ、ありがとうございます。